皆さんこんにちは。住まいと暮らしに夢と豊かさを提供する埼玉県ふじみ野市のベストインテリアです。今回は私どもが取り扱うウィリアム・モリスコレクションの中から、今やモリスの一番人気と言っても過言ではないいちご泥棒をご紹介します。このストロベリーチーフいちご泥棒は1883年にモリスのデザインで発表されています。モリスの夏の別荘ケルムスコットマナーに、その家庭菜園にイチゴを盗みに来たつぐみをデザインしたとてもおしゃれなインテリアのファブリックです。そして今回私どもにお目見えしたのはこちら、イギリスの傘のメーカーフルトンの折りたたみ式のとってもおしゃれなイチゴ泥棒です。モリスは産業革命の後、祖生乱造されるいろいろな日用品に対して、もうちょっと生活の中に芸術を取り入れようという運動、アーツ&クラフト運動をしていますが、まさに今の時代と同じようないろいろ低価格の商品が祖生乱造されていますが、ちょっとやはり日常的に使うものに少しおしゃれがしたいですね。雨が降った時にバッグの中からこんな可愛らしいイチゴとつぐみのデザインが取り出すことができたら、雨が降るのは憂鬱でない、とても楽しいひとときになるかと思います。いかがでしょう。どうぞ店内にご来店いただき、このおしゃれな雨傘を開いてこのデザインを楽しんでいただけたらと思います。埼玉県ふじみ野市のベストインテリアでした。